高女さらし者ののず村山高明治9年9月30日は、江戸時代後期から明治時代初期の女性。船橋誠一の小説、花の生涯のヒロインとして知られる。別名、村山和江。1809年、大見国犬上郡多賀で、多賀大社にあった寺坊尊昌院の娘として生まれる。生後すぐに、寺侍、村山市に預けられ、18歳の時に、 当時の藩主である、伊伊直明の次女となる。20歳になり、京都に登って、気温で芸妓となり、その際男子を儲けるが、死生児であったために自らが引き取り、生まれ故郷の彦根に戻る。その際彦根城下で、部屋住み生活を過ごしていた伊伊直助と出会って、上皇を結び、またその数年後に、直助を通じて出会った、長野主前とも深い関係になったとされる。 やがて直オが大老となり、江戸に移った後二人は別れたとされるが、安政の大国の際には、京都にいる反幕不正力の情報を江戸に送るスパイとなり、大国に大きく加担した。日本の政権に属した女性工作員としては、史上初めて名を留める存在である。1860年の桜田門外の変で、直オが暗殺された後、1862年に、 尊能上位派の武士に捕らえられるも、女性ということで殺害を免れたが、三条河原に三日、三番さされた。しかし、息子の忠立脇は、母親の代わりに、土佐藩士、長州藩士によって斬殺され、首をさされている。その後、落外一条人の金福寺で、出家修行寺にと名乗り、1876年、亡くなった。墓は、 金福寺の本寺である円光寺にあり、金福寺には参り墓がある。長らく、高と良い直介の具体的な関係は不明であったが、2011年の末、京都市東山区の家美術館で、直介が高へと当てた手紙が発見された。手紙は直介が20代後半に書かれたものと思われ、半の反対で高と会えなくなった、際の辛い心情が綴られている。良い直介、 生身の恋文東山の美術館発見。京都新聞。http コロンスラッシュスラッシュ www.kyot o-nb.co.jp スラッシュ sightseing スラッシュアーティクルスラッシュ20120212000682012 00年2月13日閲覧。ありがとうございます。